りんごは何個うわあ、あなたのお家になっているりんごはとてもよく育って美味しそうね。遊びに来てくれたお友達はいつも驚いてくれます。今、りんごは13個なってるのよ。そろそろ落ちる頃だと思う。私は答えました。落ちてきたら、 アップルパイを作りましょうね。そう話しながら二人でお茶をしていたら、ボトッ、ボトボトッと外で音がしました。お友達が覗いてみると、ほら、言った通り美味しそうなリンゴが地面に落ちていましたよ。私は紅茶を入れながら落ちてるリンゴ、 何個あると友達に聞きました。友達は5個と答えました。早速2人は手分けして、リンゴを切ったり、材料を混ぜたりして、アップルパイを作り始めます。生地ができたら、パイ皿に敷いて、 煮たりんごを並べて、さらに上から細長い生地を編むようにしてかぶせます。最後に溶いた卵をハケで塗って、熱いオーブンへ。しばらくするとオーブンからパイが焼ける甘い匂いが立ち込めてきました。あまりのいい香りに、二人はもう待ちきれません。 ようやく焼き上がり。美味しい美味しいアップルパイができました。ついつい夢中で食べました。こんなに美味しいアップルパイならみんなにも配ってあげましょうか。あと何個木に残ってたかしら。最初に13個あって、さっき落ちてきたのが5個だったよね。だから、 八個ね。また落ちてきたら一緒に作ろうと約束して、今日はお友達は帰りました。明日は何個落ちてくるかしら。みんなも喜んでくれるといいですね。おしまい。